マイクロソフトフライトシミュレーターは、ASOBO スタジオによって開発されたフライトシミュレーションゲームである。マイクロソフトフライトシミュレーターシリーズの一つで、マイクロソフトフライトシミュレーター X の後継バージョンである。2020年8月18日に、マイクロソフト Windows 版がリリースされた。2021年夏頃には、Xbox シリーズ X、S 向けにもリリースされる予定。 開発のテーマとして地球上の地形を丸ごと再現することを掲げ2ペタバイトに上る衛星画像、航空写真、ビングマップスのデータ、オパンストリートマップのデータなどを Azure AI で処理し全世界のあらゆる地形、建物、樹木の 3D モデルを自動生成することで地球上のほとんどの場所をリアルに再現し200万以上の都市や町、15億の建物、 二兆本の樹木3万7千箇所の空港がデフォルトで収録されている。また、ニューヨークやベネツィアなど注目度の高い一部地域の建物は AI ベースではなく航空画像から 3D モデルを生成したフォトグラメトリベースの実写データが用いられている。自動生成されるデータは随時更新され、飛行中の区域をクラウドからアップデートしながらプレイする仕組みとなっている。 そのため、回線速度が最低でも 5Mbps、理想は 50Mbps 以上の高速回線が要求される。また、オプション画面でフォートグラマトリをオンにすることで、写真を元にしたテクスチャーが常時ダウンロードされるようになりさらに写実的な風景になる。飛行モデルエンジンは、アソボ独自開発のものが使われている。航空力学、物理学、気象システムに基づき、 あらゆるものが現実的でリアルに再現されている。またリアルタイムの気象データを使い、現実で雨が降っている場所でゲーム内の同じ場所でも雨を降らせることができる。また気象の状況によっては航空機の性能に影響を与えることもある。雲は標高の異なる様々な層に形成され、時間経過とともに形成、移動、消失したりする。 また雲には体積概念が割り当てられ、雲が作り出す影は地表だけでなく、例えば上の雲が下の雲に影を落とすリアルな表現も可能である。またマップ上には自動車や動物が移動し、海などの水は風向きに基づいてリアルに波打ち、樹木には葉っぱ、層には個々の葉を持ち、現実だと錯覚するような世界が再現されている。 光の表現に関しても、太陽の位置に応じて空や風景の色味をレンダリングする光、散乱シミュレーションが実装されている。地表の夜景は、個数無制限の動的光源でライティングされており、リアルな夜景が再現されている。なお、破壊表現はカットされており、墜落しても画面がブラックアウトして終了する。リリース当初は日本語に対応していなかったが、 2021年4月15日のアップデートで日本語対応した。様々なシミュレーション、機能が実装されており、主に以下のようなものがある。スタンダードエディションとデラックスエディションとプレミアムデラックスエディションの3つのエディションがある。それぞれ収録されている機体と AI 生成ではなく、手作りで精密に再現された空港の収録数が異なる。発売時点での価格は、 スタンダードが59.99ドル、デラックスが89.99ドル、プレミアムが119.99ドルとなっている。EU 版のみ限定で2層インストーラーディスク10枚と印刷された説明書が付属したパッケージ版も販売され、プレミアムデラックスエディションにはアートブックも付属している。90GB 分の標準解像度のシーナリーと航空機が収録されているが、 パッチアップデートや高品質なシーナリーを利用するにはインターネット接続が必要となる。その他の国ではダウンロード販売となる。また、アプリ内にはマーケットプレイスも実装されており、追加の機体や空港、ランドマーク、シーナリーなどの DLC を追加購入することもできる。特定のフォルダを探してファイルを入れ込むなど煩雑な操作を要求される従来のものとは異なり、 アプリ内で購入とインストールをシームレスに完結させられるため、アドオン追加が簡単にできるようになっている。デラックスやプレミアムデラックスエディションへのアップグレードも可能である。PC 版では、マイクロソフトストアとスチームで販売されているが、ゲーム内容は同じである。ただしスチーム版に関しては、Xbox Play Anywhere が利用できない制限がつく。世界中の 約3万7千箇所の空港は航空画像に基づき生成されているが、次のエディションには航空画像ではなく手作りで精密に再現された空港が収録されている。世界的に有名で注目度の高い空港や世界で最も危険な空港などがピックアップされている。マイクロソフトからリリースされたバンドル、デフォルトのシーナゲーには含まれておらず、 バンドルをインストールする必要がある。いずれも無料で提供されている。2021年公開予定の映画トップガンマーベリックのコラボレーションによる無料拡張コンテンツが2021年秋にリリース予定。マイクロソフトフライトシミュレーターは Windows 10以降の OS に対応している。必要構成は CPU は AMD Ryzen 3200または インテルコア i5 から4460グラフィックカードは Radion RX570 または g ホ o r e GTX770 以降が必要となるシステムメモリは最低でも 8GB の RAM が要求されるインストール先の容量はデフォルトで 150GB 必要となりアドオンなどを追加する場合はそれに応じてさらなる容量が要求される 優れた画質とパフォーマンスで実行するには 16GB または 32GB 以上のシステムメモリ、Dadio デデ RX590 またはーホース g f o r c e GTX970 以降のグラフィックカードが必要となる。また、最低 5Mbps 以上を安定して出せる回線が必要となる。ありがとうございます。